はい、コツのおしめでようこそ。今回ご紹介するのは、一風変わったね、フィギュアではないんですがホビー、はい、こちらをねご紹介したいと思います。では早速ね、ちょっとここに出したいと思います。はい、ということでね、目の前にでっかい車出てますね。いや、めっちゃでかいんですよこれ。わかりますかね。これはね、デアゴスティーニ、はい、デアゴスティーニの、毎週、届いて組み立てる、例のやつです、はい、そちらをねついに完成しましたのでね、皆さんにお披露目したいと思います。はい、まあ、一応ねちょっと遠目からだ、ちょっと大きさ比較のためにね、こういう感じで撮らせていただきました。はい、ではね細部の方をね、見ていきたいと思います。はい、いやちょっとねめちゃくちゃでかいんでね、ちょっとね、自分と比べてのでかさが分かったかなと思います。はい、これねすっごい全何号かっていうとね全100号です。はい、だいたい2年ちょっとぐらい、2年半ぐらいかな、かかりましたね。いやこれは大変ですよ本当に。いや細部まで細かく作り込まれてるんでね、いや結構ねあの配線とかもねめちゃくちゃめんどくさいんですよ。なのでねちょっとあの手先が不器用な方とかめんどくさがり屋な方はちょっとねこの手のものは手出さない方がいいかもしれないけどね。はい、ではね早速ね主要ギミックっていう、まあいうか、はい、そこら辺のね、ちょっとね、細部を見ていきたいと思います。ではね最初にね、まあ、軽くですけどライトアップですね、はい、こちらのギミックをね見ていきたいと思います。はい、まずはね、フロントフェイスですね。はい、はい、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいね GTR。 いやこれはすごいかっこいい。はい、でそのライトアップなんですけどスイッチがね、そこにあるんですよ。まあ、そこって言ってもねやりづらい場所ではないんです。はい、一応ね今オンにします。オンにすると、ここのね、フォグランプっていうかね、ここの細長いランプがねつきますんでね、はい、見ててください。はい、ついたの分かりますかね。はい、で、ヘッドライトをつけるには、こちらの専用のリモコンが、はい、必要です。ここに GTR って、ね、もうこれキーレスみたいな感じでねすごいよくできてますね。はい、で一番上のボタン、この上のボタンを押すとここのヘッドライトが今度光ります。いきます。はい、ヘッドライトが光りました。はい、ちょっと角度を変えてみましょう。はい、どうです、めちゃんこかっこいいいやすごいかっこいいな。もう一回押すとねこれは普通にオフ、はい、でオン。はい、でまあねこれは多分、説明書にも書いてないんですけどこれをねずっと長押しすると点滅になるんですよねって感じで。はい、ではね、ちょっとこのね、フロントのこのボンネットをね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、フロントボンネットなんですが、これをね開けるにも専用の、工具が必要になります。それがこのドアオープナーっていうね、はい、ここにも GTR ってあります。これがね、磁石になってます。
結構強力な磁石がねこっちについてますんでね、これで持ち上げるっていう感じです。いきます。はい、こんな感じですっごい勢いよくくっつけますんでね。はい、でそれを普通にこうやって持ち上げるんです。はい、で持ち上がったら普通にこうね指でこう持ち上げると。はい、で、普通の車みたいにね、ここに、こういうねドアスタンドボンネットスタンドっていうのかな、はい、これ立てるやつがあるんでね。はい、で中を見ていきます。はい、どうです、かなり精巧に作られてるよね。めちゃくちゃよくできてる。これが GTR のエンジンですよ。うわーすごいねやっぱね。でもめちゃくちゃリアルに作られてる、うん、って言っても自分ね GTR 持ってるわけじゃないんですけどねこれ実車はね、実車はあの1500万ぐらいしますね。はい、庶民が買えるレベルじゃないですねはい、なので私はこちらの模型の方をね手に入れました。実車買える気がしないんでね。はい、ということで、ボンネットは以上で、今度はね、横の方を見ていきたいと思います。はい、はい、一応ねサイド部分に、来ましたが、こちらはねドアの開閉をしたいんですが、実はですね、これはねなんかあるあるみたいなんですけれども、一回ボディを乗せるとね、シャシーとボディを乗せると、ドアがね閉まってたのが閉まらなくなるんですよちょっと多分浮くんだと思いますけど、ちょっとね閉まらないんですよね。こうやって押してればちゃんとピタッて入ってるんですけど、やっぱこっちの引っ張られる力の方が、引っ張られる押す力の方が強いのか、カッカッて開いちゃうんですよね。はい、本当はねこれも、このドアオープナーでこうやってやってこう開くんですよね。はい、でまあ見ていきたいと思います。はい、こういう感じでね中もすっごいリアルに作られてますね。はい、ペダルとかね、うん、あとハンドルとかもすごいしね、でシフト、カーナビ、はい、でこのフロアマットもねちゃんとできてるんですよ。こうGTR のロゴ入りっていうね、うん、すごいよな。こういうところ細かいよね、ほんと。で、ここミラーもね、普通に映り込みますからね。で、ここのね、ウィンドウも、ほんとでしたら、ここにね、わかりますかね、ここに、蛇腹がついてるんですけども、これをねクリッてやるとこうやって閉まるんですよ。でクリッてやると持ち上がる。はい、そうやって開閉するんですね。はい、まあ、ちょっと自分の場合はねちょっとね周りが悪いんで、はい、で一応ねハンドルも回せばタイヤが一緒に、回るんですが、まあ、ちょっとの角度しか曲がらないんですよね、タイヤも。うん、ほんと、なんか微妙に曲がるぐらいですね。はい。で、自分の場合は、これもね、ちょっと軸にかましたつもりなんですけど、なんか若干ちょっとずれてるみたいで、回しても回らないんですよ。ちゅうかね、車両重量が重くて、ハンドル回してもタイヤが回らないのよ。だから、ガクンガクンってなんですよね。うん、それもねちょっとね難ありでね、
これは普通にやってちゃんとやれば組み合わさるのかね、ちゃんとね、そうやって回ったり、うん、で一応ですね、このメーターパネル、メーターパネルも一応ね、まあ今電源オフなんですけど、電源をオンに入れます。はい、するとこうやってね、光ります。はい、メーターパネルも点灯します。はい、で一応ね、ルームランプも光ります。本当はね、このルームランプは、ドアを閉じると消えるらしいんですけど、自分のはね、もうずっとハンドアウト状態なんで、ずっとついたまんまなんですよね。これ反対側のドアも同様に、ハンドアなんで、ね、これ閉まんないんちゃうかなと思うけど、はい、ではね、ちょっとリアの方に、行ってみたいと思います。はい、リアの方に回ってみました。はい、一応ね、こういう感じですね、リアはね。いや、このウィングもね、すごいかっこいいね。うん、で、このマフラーのところもね、あと下のディフューザーとかもね、すごいよく作り込まれててね、うん、めっちゃかっこいい。もう GTR のね、この4灯の、丸目4灯ら、リアテールランプ。こちら特徴的ですよね、 GTR はね、うん、でここにエンブレムで、メーカーロゴで、ここにニスモ、あ、こちらニスモ、はい、はい、こういうところもダクトとかもね、すごいよく作り込まれてんだよね。でここのガソリンキャップなんですが、こちらもね、同じですね。これもオープナーで開きます。はい、こんな感じでね。で、パカッと。はい。さすがにここの花までは動きませんけど、はい。まあ、ガソリン入れるわけじゃないんでね。はい。はい。で、ホイールとかもね、すごいよくできてますよね。ブレーキキャリパーとかもね、ちゃんと再現されてるし、ディスクもすごいよくできてますね。はい、ではね、これも一応ライト点灯したいと思います。はい、一応ね、普通に電源を入れただけでは、ダメなので、こちらはこのリモコンを使います。これもね、普通のヘッドライトを点灯するときと同じボタンで、はい、光ります。ナンバープレートのね、下のこの光もね、すごいよく再現されてます。で、自分の場合はね、これもよくあるあるなんですが、テールランプのちょっと配線の関係でね、こっちがね、ちょっとね、月が悪いんですよね。はい、とね、あとこっちはね、外側の赤いのが光ってないんですけど、こっちはね、この内側のやつが光ってないっていう、なんか結構ちぐはぐになっちゃってるんですけど、これも配線の関係なんだよね。難しいわ、これ。ここまでね、多分やり直すとなると相当な手順を戻らないと直せないんですよ。もうすっごい何号ぐらいまで登んなきゃいけないのかな。めんどくさいんだよね。うん。まあ一応、どうなってんのかわかんないけどな、うん。パーツが必要なのかもしんないな。まあそこら辺はいいとして。もう一つのギミックとしてね、こちらブレーキペダルを踏むと、ちゃんとね、テールランプが光る状態になるようになってます。はい。はい、こんな風にね、はい、ちょっ
とね、自分のは接触の関係もあってかなり強めに踏まないと光らないんですよね。うん、これもむずいよな。いやー、やっぱガンプラとかと違うね。当たり前か。はい。で、リアトランク。はい。これはね、一回ちょっとこれをね、持ち上げて、で、ちょっと開いたら、手前に引きながら上に持ち上げる。はい。で、トランクルーム。はい。はい、こんな感じでね。いや、よくできてるね。はい。はい。やっぱり閉まらない。いや、マジか。ドアはね、このボディを外せばいけんですけど、なんせこのボディを外すのに、後ろの、下のね、ちょっとね、カバーとか外して、とか、とね、このテールも外さなきゃいけないし、あと配線も全部外さなきゃいけないし、でめちゃくちゃ面倒なんですよ。はい。なのでね、ちょっとね、これどうしようかなって今考えてるんですよね。なんかね、モチベーションがもうなんかやりきった感があるんですよね。でもこれも浮き気になるよな。どうしようかな。はい。で、まあ、とりあえずね、もうサイドの方行ってみましょう。はい。もうサイドの方もね、やっぱり開いてますね。はい。これね、ちゃんとね、こうリアシートもね、ちゃんと再現されてます。ちょっとホコリが入ってる。はい、シートベルトもちゃんとありますしね。はい。で、ここになんかドリンクホルダーなのかわかんないけど、ちゃんとあります。で、ここにね、ちゃんとシートベルトありますね。いやー、すごいね。はい。で、ここにね、ビニールシート、ビニールが、フィルムが貼ってあるんですけど、これはね、ちょっと今、特注のケースをね、注文してるんで、それが届き次第ね、それに入れるときにこれを剥がして飾ろうかなと思ってるんでね。はい。それのね、お値段とかの紹介と、あとこれが総額いくらになったかっていうのもね、ちょっとこれからご説明したいと思います。はい。まあ、とりあえずね、この、あ、そうかそうか、肝心のね、エンジン音がありましたね。はい。これがエンジンのマーク。はい。これを押すとね、エンジン音が鳴ります。いきます。といった感じでね、かなり大きめのサウンドですね。はい。アキラの金田のバイク並みにちょっと大きいですね。わからない方は、私の動画を振り返ってみてください。はい。で、あとね、一番最後、この下にあるのは、これは本ですね。この本がびっくりするぐらいね、チャッチー音なんですよ。これが本当に純正の音なのかなってわからないんですけどね、持ってないから。まあ、知ってる方いましたらね、合ってるよって言ってくださいね。一応これ押してみます。軽トラックのね、なんかクラクションみたいな音ですよね。
もっとファーンっていう音の方がいいと思うんだけどね、純正だったら、うん、でエンジンもね、途中でこのホーンボタンを押すと止まります。はい、いきます。はい、といった感じでね、吹かした音の途中でこうホーンでプンプンって言って止まるっていうね。はい、はい、いやこういうサウンドはね、ちゃんと、なんとか、接続できたんでね、良かったと思います。はい、一番要のところなんでね。はい、ではね、これの総額とあと、オプションパーツ等のお値段を、見ていきたいと思います。はい、ではね、気になる、総額のお値段です。一応ね、これは自分の場合は定期購読で、一応月1で、4週分まとめて届くっていう形だったんで、はい、まあ最初のね、多分創刊号は490円とかそんなもんだと思うんですけど、それ以降が1800円とか、2800円とか、パーツによって全然値段が変わってくるんでね。はい、それが100号まである。はい、で大体の総額なんですが、およそ約18万円。はい、この18万円もカラーですからね、18万円自分で組み立てた場合です。はい、自分で、パーツ取り寄せて、パーツだけ切って自分でこうちまちま組み立てて完成させた場合の最低のお値段が18万円で、ちょっと難しいパーツがあるんで、プロに頼む、まあ、要はディアゴスティーニ側に頼むと、それにプラス、1周分で750円かかりますね。はい、要は1周分のパーツで750円かかるんで、それをね、加味すると前後を、そのプロに頼むとなんと25万円かかります。全部プロに、これ、全部パーツ買って全部組み立ててもらって25万円かかります。はい、めちゃくちゃ高い。だからプラス7万じゃねえか、8万ぐらいか、プラス8万ぐらいは上乗せしちゃう形だね、プロに頼むとね。私みたいにド素人がねやるとね、こういうハンドア状態になったりとかするんでね、まあ金に余裕のある人は、プロに頼んだ方がいいかもしれません。はい、まあほんとね、結構大変でしたよこれ。作るのに。はい、でね、一応そのあとオプションパーツなんですが、一応ねこういう一番要ディスプレイケースです。これがないとね、やっぱホコリかぶっちゃうんでね。はい、これを今ね、注文してます。これは受注生産です。はい、完全受注生産、もう締め切りが今月末になってますんでね。はい、でこれがいくらかっていう話ですよ。こんだけでかいものを入れるディスプレイケースってなると、まあそれなりですよね。はい、お値段こうありますね。はい、はい、1万5000円以上、1万6000円近くするのかな。はい、めちゃくちゃ高い。まあこのでかさだからね、幅が68、縦が23、横幅が36。まあだから特注品でアクリルケースを頼もうと思ったんですけど、同じような値段でしたね。うん、なので妥当な値段だと思います。はい、うん、ディアゴスティーニオリジナル GTR ニスモ専用ディスプレイケース。で一応ね、そこの、板はね、こういう鏡面仕上げみたいな感じで、かなり、はい、映り込みを意識した作りになってるんでね、高級感があると思います。はい、さらにこ
ここでオプション。なんとその下の台座をカーボンにできるよっていうカーボンシートが別途注文できます。なんと8800円。おお、高い。約1万近いよね。リアルカーボンですこれ。ええ、あのね、普通の偽物じゃなくて本物のカーボンを使っている。はい、まあ、男心をくすぐるリアルカーボンシート。はい、なのでね、ここの鏡面をなくしてこういうちょっとスポーティーなね、カーボンに変えることができる。でも待ってくださいよね、この68-38とかの大きさで約1万もするんですよ。めちゃくちゃ高いカーボン。まあね、本物だから、まあそんぐらいなのかな。でね、一応、そのディスプレイをさらに彩るオプションパーツ、はい、こちらのライトアップギミック、ギミックとも言わないけど、ライトアップ LED スポット LED ぐちゃぐちゃだけど、スポット LED4 個セット、はい、こちらが4個で2800円、およそ3000ちょいだね。まあ、こちらも頼めるけど別にこれはいらないなと思ってね、頼んでません。もちろんね、カーボンシートも頼んでません。これ高いだろうと思ってね、はい、でさらにびっくり、さらにオプションがあります。はい、なんとね、6分の1スケール、はい、の、GTR のエンジンでです。エンジンの模型6分の1サイズなんで結構な大きさだと思うんですが、はい、これがなんと68000円。高っ。しかも 50台限定、完全受注生産ということでね。でこのね、さらにこのコネクティングロッドっていうね、多分本物でも使われてるやつだと思うんですけど、これとのセット、はい、プレートもついてます。これとのセットは98000円。高っ。これは35台限定です。これ売り切れたのかな。自分がねこの、カタログを見た時はまだ残ってましたけどね、注文できる状態でしたが、まあもちろん頼んでません。通年。まあでもね、これは本当ハンドメイドのため大量生産ができませんって書いてあるんでね、完全手加工なので本当ね、職人が作ってるんで、まあこれは多分貴重なもんだと思うんでね、まあ値段も妥当なのかなっていう感じはしますけれどもね、これも本当 GTR 好き、まあ、むしろ GTR を、本物の GTR 持ってる人だろうね、買えるのは。だったら多分苦もなく注文するんでしょう。まあ、自分みたいにこう模型じゃなくて本物の GTR 乗ってる人だったらもう全然余裕で金出せるでしょう。はい。1500万だもんな、本物。欲しいけどな。はい。っていう感じですね。いや、結構長々と話しちゃいましたが。はい。まあ今回はこんな感じでね。まあ、ただ本当ね、そのディスプレイケースが届いた時にちょっとこれをね、ハンドアを直そうかなっていうぐらいは考えてるんですけどね、テールランプまでは考えてませんけど、はい。まあ、それかね、ちょっとこう逆にこうやってドアをね開けた状態で飾ろうかなっていうね、うん、ちょっと半開きの状態で、それもまたかっこいいかなとも思うんですけど、まあ、そこら辺は届いてその時のモチベーションだね。はい。ということでね、今回は、はい、ちょっとずれちゃいましたが、はい、今回はね、これにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。